つい落ちるという字ですね。まず小座と辺を書きます。下は上よりもお尻を出さないようにして書いていきますね。点を2つ必ず左よりも上から中心あたりに向かってね、ちょっと長め、中心あたりから、まあ、45度ぐらいかな、少し下の位置から横に出て下に持ってきて内側に入って抜きます。ここは角度を揃えて、この一番下の線に合わせてこれを持ってきます。その下の線のあたりから45度ぐらいで払っていきますね。沿っての位置、中心に持ってきたら伏せての 1.5 倍で真横ですね。